今週は未来とつながるウィークです。 KRI のテレビとラジオで身近な環境や防災についてご紹介しています。さて、こちらは日本で一番新しい地図記号、自然災害伝承碑です。山田さんは見たことありますか？見たことはないですね。言葉も初めて聞きました。そうですか。実はこの地図記号、ある災害がきっかけで作られることになったんです。田中アナウンサーが取材してきました。萩市川上の F 根という地区にやってきました。自然災害伝承碑がこの近くにあると、どうですかね、ちょっと歩いて探して行ってみようと思いますが、のどかな風景が広がる F 根地区、少し歩くと綺麗なお花なんかも咲いてますが、あ、碑がありました。大水害の碑というふうに書いてありますね。そもそも自然災害伝承碑とは、過去に起きた災害や被害状況などが記されたもので、多くはその災害が起きた場所に建てられています。文字が書いてありまして、何らかその被害状況を記したものなのかなという推測はできるんですが、ちょっと災害の被害の内実まではわからないなという状況ですね。ですが、いずれにしろここでその災害が実際に起きたんだということは、この碑があることで実感することができます。後ろに彫られている文字は昭和41年8月19日、その日の様子が山口放送に残っていました。県北東部を襲った300ミリを超える豪雨により、阿武川と支流が氾濫。上流にある F 根地区では土石流が起こり、流出家屋4戸、半壊3戸の被害が発生しました。F 根の大水害の碑は、このことを忘れないようにと水害の翌年に建てられたものです。んな、どら、あれだろ、あの牛小屋、あれが牛小屋なんですか、あそこに家があったの。あ、そうですか、あったところは。金子澄江さん、84歳です。当時 F 根に住んでいて水害に遭いました。もうちょっと行ったとこやけどね、この辺から見たらね、はぶわーっとこうね、家が崩れそうが見えたの、私が見たの。気持ちが悪かった、あの時、あの時のね、これ見たらね、涙が出てね、本当、ね、やけどそこの人もね、みんな無事やからよかったの。8月19日でした、朝8時頃でした。ここの田んぼやら、あれ一面小原になったんね。牛が流れてきたちょっと見てね、牛はこっち来い、こっち来いって、牛がこっち来うと思うや、水がバーッと出る、来うと思うや、バーッと出て、とうとうね、牛はね、助からんかったです。当時のことを話せる人は減りました。水害が起きた日に毎年行われていたお祭りも、今はもう行われていません。若い人に、あそこにあれ、こういうことがあったと、ね、知って おってもらいたいんですよね。よう忘れた頃にまたやってくるっていうのは聞いとるからね、いつやってくるかわからないと思ってる。自然災害伝承碑は全国各地にあるものの、地域の人にその存在が知られていないものも多くあります。2018年西日本豪雨災害の救助活動の写真です。すぐ横に自然災害伝承碑があり、碑文には過去にこの場所で同様の災害が起きたことが書かれていましたが、地域住民には周知されていませんでした。このことをきっかけに自然災害伝承碑の地図記号が作られ、それを地図に反映する取り組みが始まったんです。この碑のボタンをクリックしてみましょうか。スウォーナダ台風ということで、夜半に高潮が猛襲し、たちまち市は泥海と化したと。旧小野田市で死者行方不明者が150人、その当時起きた災害の状況というのが克明に記されていて、これを見たら分かりますよね。
国土地理院のホームページでは、自然災害伝承碑を地図記号で表示し、説明を加えた地図が公開されています。お、かなりの数が出てきますね。しかし、まだすべてを網羅しているわけではなく、自治体からの申請により順次掲載していますが、まだ申請がゼロの自治体も数多くあります。日本列島全体の地図の印象からすると、山口県は思ったよりも少ないなという感じがしますが、まさにこの日を見ると、その災害のことを思い出しますし、その当時の記憶というのをこうずっと後世にも伝えていくためにとても大事なものですよね。国土地理院では自然災害伝承碑を地図に掲載する取り組みを続けています。お住まいの地域にあるという方は自治体を通して掲載申請をしてほしいということでした。もし地図に載っていない自然災害伝承碑を見つけたらすぐに申請したいですよね。そうですね。それが人を助ける手立てになるかもしれませんよね。はい。新しい地図記号ですが、命を守る情報につながる大切な地図記号です。皆さんも身の回りの自然災害伝承碑を探してみてください。以上、さわりぽでした。